よし、最後伊豆コース目標は今4644できてるんで437オーバーぐらいで回れたらいいけどっていう感じです。目標は43、目標は43。天気が変わりやすいです今日。さっきもお昼の時土砂降りだったんで今上がりました。またちょっと少し経ったら雲が来そうです。そんな感じ今日うん、カットに入った。オッケー、グラスバンカーの手前50くらいかな。ちょっと下から入りすぎた。うーん、うーん、おっと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 、早いね。こいこい、切れなかったね。あ、そうなんだ。あとセカンドも打ちやすいから順目なんで。なるほど、順目と逆目だから色が違うんですね。打ちやすい。なるほど、いいこと聞いた。なるほど、確かにしましまのとこありますね。右側にバンカーがあるだけ。左すぎたよかった。取りたいよ、うん、絶対ボギーにはしないじゃあ、なんとかパーで収まってよかったです、今のパー3。ちょっと短い。いやー、悩むな。これ6番乗るんかな。乗らないよな。行くかな。え、いやー、いやな、刻む。あのバンカーはちょっと顎高すぎなんで絶対入れたくない。ここが160とかあんのかな、もっとあんのかな、70ぐらいだったかな。あー、下行っちゃった。痛いよこれは。痛んだ。
くぐっちゃいました。もっと大きくったら分かったかな。硬いから落ちてこない。あー下くぐった。よし。嘘。これはな。いやーちょっとこれはロープだ。うん。アンプリアですね。はい。8段目でやっと出ました。やっといたけど、やっといたけど。あ、ごめんなさい。9段目。ありがとうございます。すいません。2回しかボギーが飛なきゃない。いやでも今日のバンカーしょうがないね。めっちゃ湿ってたし、顎高いし、うん、ちょっと寂しいけど、まあ、OK。 身が邪魔かな、うん、よいしょ。狙いどこ通り、うん、さっきのバンカーで結構体力使いました。あっちゃう。ナイス。よいしょ。気持ちいいでしょう。ちゃんと足に当たった。最初の伊豆コース、アップダウンが結構激しいです。90ぐらいなのかな。あー、大事きたー。事件。事件です。そう、アンテナがね、黄色だよね。黄色くいいですね。ラッキー、OB じゃなかった。シャークした後はこうなるんだよ。オッケー、ナイスだ。ナイス、最高。ありがとうございます。シャークでやってみたらどうすればいいんだろう。でもすごい何個欲しいんだろうな。私その80代が出るようになってからシャンクというものに出会ったんですよ。ナイスショットと紙一重と思っていいんですかね。何ですか。前まではスライスはあったんですけど、それも完全なカット軌道のスライスだったんで分かるんですよ。カット軌道分かんない、別にカット軌道じゃないのにやっぱチャッていっちゃう。シャンクはナイスとナイスショットとも紙一重っていうことでいいですか。教えてください。本当は P で軽く行ったんですけど、どうしよう。短いもんはいいよね。短いよ。短かった。危ない。ボギーです。伊豆
コースラストです。うん、あのコースが難しいとかちょっとあれなんですけど、あの要は私がシャンクでやってコースの難しさがよく分かってないんですけど、とりあえず結構アップダウン激しいですね。打ち上げのところはグリーンも上からこう越えてあげ、あの落とさないといけないんで、トップとかしちゃうとちょっと、まあ、登んないかなみたいな、段で跳ね返されて落ちちゃうみたいな感じ。砲台系はちょっと難しいっす。まあというよりも最後の方にしてシャンク連発は寂しいっす。やっぱりワンペナよりはこっち。助けて。抜けた。よし。抜けた。ダンクはしてないけど怪しい。怪しいぞ。わからない。左すぎ。バンカーを越えてるけど。左すぎ。はい、ビビってまーす。とりあえず終わった。終わりました。はい。最後のリズーコースはシャンクの戦いでした。シャンクに惨敗です。シャンクに惨敗。いやー、アイアンだけのやつにシャンク、シャンク出たぞ。結構辛いっすね。本当にドライバーが欲しくなった。マジでしょ。ほんと。60はいかなかったかなぐらい。やばいっすね。合ってました。シーさん、久保さんも OK です。はい、ありがとうございます。27ホールやったんですけど、500ミリのペットボトル1本なくならなかったです。涼しかった、うん、多分前回の予選ギリ150切って、今回もギリ150切って最後やったやってやりました。いい感じだった。まもなくお待ちください。アシタカ36、伊豆39、駿河34、クロスヤリペール。お疲れ様でした。結果は10人中8。いや最後やっぱやらかしちゃったんで、まあ、それはしょうがないんです、しょうがないんですけど、今日はあの最後パーティーの時にちょっとこんなにシャンク打ってたのが初めてなんですっていうお話をしてて、そしたらシャンクが出るようになったっていうのは上手くなってる証拠なんだよっていうアドバイスをもらったので、気にしないことにします。やっぱり紙一重っていうことらしいです。そう、芯に当たるようになってきたらちょっとの差でこうちょっと外れてシャンクしちゃうとか、そういう感じらしいんで、まあ、気にしないことで、ちょっとステップアップして、そのステップアップのにあった多分ミス、まあ、ちょっとレベルアップさっていうことにします。できたんです。まあ今回そのアイアンマンでアイアンずっと振ってて、でやっぱこう出始めたんで、まあ、新しい発見にすごいなりました。
まあ、いい経験になりました。でこれからもちょっとシャンクに負けないようにメンタルで出ても焦らない取り戻すように頑張りたいと思います。まあ、確かに飛距離もアップしてきてるんで気にしない。あとバンカー頑張ります。練習します。はいリベンジしたいですね。もう148だったんで次は130台、140台とか130台で回りたいと思います。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。